はいどうもこんにちは、翔平です。2018年上半期買ってよかったものランキング、よいしょ。久々の買ってよかったものランキングのコーナーでございます。なんかね、月1でやるのも良かったんですけど、あんまね、僕買うものないなと思ってまあいつも通りコスメ中心にはなるんですけど、僕個人的にすごくいいなって思ったのを紹介していきたいと思います。まずワックス部門ですね。ワックス、まあ、今年もいろいろ買いましたね。なんだろう、オーシャントリコはじめ、まあ、その他すごく個性的で、一風変わったワックスとかもいろいろ紹介してきましたが、その中でも僕がすごい良かったなって思ったのを紹介していきたいと思います。まずワックス部門で、すごくいいなと思ったのが、じゃじゃーん、こちら。アリミノのスパイスシリーズですね。はい。やっぱね、このアリミノのワックス。まあ僕昔からこのピースのワックスね、懐かしいですね。これ、一番最初に紙セット動画作った時に使ったワックスなんですけど、やっぱりね、僕、アリミノのワックスすごい好きだなと思いました。なんか質感というか、硬さというか、このクリームワックスの中でも、すごくね、使いやすいですね。程よい硬さがあって、かつ動かすことも全然できるし、ボリュームも出しやすいし、すごくね、最近特に、まあ、この2つは使ってますね。前の動画でも紹介、前の紙セット動画でも使ったんですけど、うん、すごくね、やっぱピースのワックスいいかなと思いました。もちろんね、紙質、生え癖によってね、使い分けするんですけど、まあ、クリームタイプの中ではすごくいいかなと思いました。3月のお気に入りの時にも紹介したかな、もう、まあ、王道というか、オーシャントリコの、クレイですね。これは僕はすごく気に入っております。まあ、デューサーの6番のようなね、質感だったりとか、すごくパサッとした質感なので、他の、まあ、ファイバー系だったりクリームタイプのワックスと混ぜて使うことが多いです。ふわっとさせたい時に非常に万能ですね。あとはオーシャントリコはすごくなんか固まりづらいから、ずっとなんかこう直しながらセットできるので、すごい作り込んだスタイルとかは僕は使いやすいなって思いました。という感じでワックス部門でした。スプレーですね。スプレー、まあ僕はね、トリエの10番、もうこれは王道っちゃ王道で、未だに使ってるし、ずっともう重宝してるんですけど、こうよりね、細かく、繊細なスタイルをお客様にこう作るっていう時に、あ、やっぱ最近いいなって思ったのが、こちらの、中野のフレッシュ、なんだっけ、フレッシュヘアス、なんだっけ、スーパーハードみたいな、ワックス、ワックスじゃない。もうダメダメだ。今日ね、ご飯ね、まだ食べてないんで頭回ってないですね。このスーパーハードの、スプレーでございます。これはね、やっぱトリエの10番と違って、硬さはちょっとね、落ちるんですよ。ハードさは落ちるんだけど、すごく、スプレーの粒子がめちゃめちゃ細かいので、あとあまり思いっきりプシュって出ないので、すごくこう均一に束感を作ることができる。だから細かい束感とかはすごくいいですね。けど僕的にはやっぱりトリエの10番ぐらいのガチッとした硬さが欲しいので、まあ、もうちょっとね、硬ければなっていう感じです。けど、やっぱりより細かいスタイル作るときには非常に便利だなって最近めちゃめちゃ思いました。はい。細かい束感を作る時の最後の仕上げとしてすごく、非常におすすめなので、ぜひチェックしてみてください。そしてアイロンですね。アイロンに関してはね、僕、そう。アイロンは今後月1でなんか新しいの1本ずつ買って、それをレビューするコーナーを作ろうかなって思ってます。さすがに週1回だと、金銭的にも、あと、もうそんなアイロン持ってても意味ないので、まあ年間通して12本買うとしても多いと思うんだけど、まあでもそういうコーナー作っていこうかなって思ってて、ラディアントとか、アドストとか、いろいろこう紹介したんですけど、すごいね、迷ったんですけど、僕の中でやっぱ使いやすいなって思ったのが、これですね。はい。もう、僕のね、動画初期から見てくださってる方ならわかると思うんですけど、アドストの DS、一番最初の、タイプですね。もうね、これはね、もう、完璧です。はい。軽さ、プレートの薄さ、滑り、そして癖のつけやすさ、どれをとっても完璧です。髪を伸ばすっていう、ストレートにするっていう意味合いでも、やっぱりね、これが一番使いやすいですね。スリムのタイプは、もう本当にどっちかっていうと、もう細かいストレートの縮毛矯正するときとか、短めの短髪の人向けに作る束感スタイルとか、波打ちとか、ちょっとなんかこう、どっちかっていうと、こうピンポイントで、焦点当てて使うような感じ。これは本当にもう万能なので、
もうどの髪質、どの髪の長さ、どのスタイルが着ても信頼して使えるし、さらに俺僕毎日使ってるんですけど、未だに一回も壊れたことのない、すごいね、頑丈なので、もう信頼度マックスでございます。はい、もうね、アドストに過信しすぎてるあまり他のアイロン全く興味ないっていう状態だからこそ、月1でいろんなアイロンを買っていろいろ視野を広げようかなと思って、今後コーナー化していく予定です。はい、あんま使わなくなったやつとかね、プレゼント企画やってもいいかなと思います。年間で考えたら12本も増えるのでっていう感じで、まあやっぱりこれはね、もう本当に殿堂入りでございます。そして番外編でございます。ここからはですね、まあコスメとは関係なくなってしまうっていうのもあれかもしれないんですけど、まあ僕自身すごくこれはね、美容に関係してるものだと思うので、一応ね、ジャンル的にありかなって思います。僕がね、最近もう8月末ぐらいに買って、もうね、これないと生活できないっていうレベルになりました。それが何かっていうと、じゃじゃーん、こちらの、ゴールドスタンダードの、プロテインでございます。まあね、筋トレしてる方ならね、よく知ってるかと思うんですけど、まあ海外のプロテインで、これ何がいいかっていうと、まず味がダブルリッチチョコって言ったっけな、確か。そうですね、ダブルリッチチョコで、これはマジうまい。めちゃめちゃうまい。もう、いろんな人がうまいうまい言ってて、僕今まで日本製のプロテインしか飲んだことなくて、全然それでもいいなって思ってたんですけど、これはね、群を抜いてうまい。で、しかも水の溶けやすさもすごいし、で、水でも全然飲めやすいし、匂いもいいし、味もすごい、もうめっちゃ甘ったるくなくスッキリしてて、もう味も完璧だし、さらにね、細かく言うと BCAA って言って、で、2.5 キロ入ってて、6000円、7000円ぐらい。で、8月末に買ったのにね、もうなくなっちゃって、もうこれはね、本当にもうずっと飲んでましたね。今本当に、もうダイエット末期状態で、もうね、好きすぎて2個注文しちゃって、で、未だにね、届かないですよね。もうまだかなって待ってるんですけど、なんか僕の動画見て筋トレ始めたっていうお客様も多いんですけど、これね、 iHerb っていう、そういうサイト、まあアプリあるんですけど、下にリンク貼っときます。なんか15% だか何パーか安くなるらしいんですけど、全然そういう案件とかじゃなくて、なんかそういう iHerb のシステムというかで買えるので、で、なんか安くなるみたいなので一応貼っておきます。もうね、筋トレ始めた人とりあえずね、これ飲んでみたらいいんじゃないかなって思う。本当におすすめ。まあ、ダイエット食事動画とか、どうやってダイエットしたかっていう動画もまた後日アップするので、そちらも楽しみにしていてください。まあ、そして最後ですね、僕が家帰った時の唯一の楽しみっていうか、癒しとなった部分、もう気づいたらというかね、もう毎回やっぱね、こう買ってだいぶ経つんですけど、毎回やっぱ感動するなっていうものが、はい、こちらの、大きい有機EL テレビでございます。もうね、これはね、ゲームするにしても、なんか映画見るにしても、めちゃめちゃ感動するんですよね。あと音楽も聴けるっていうので、まあ前も動画で紹介はしたんですけど、すごく音もいいし、映像も綺麗だし、もう僕ね、仕事終わったらいつもソファー座って、テレビの前座ってね、すごいね、なんか、一日終わったな、みたいな感じで癒されてます。神セット。出てきた、出てきた。ちょっと初めてなんですよね、自分の動画をこれで見るって。うわ、やだな、なんか。はい、どうも、こんにちは。おー、でけえ、でけえ。自分よりでけえ。もうこんな感じで、自分よりでかいんですよね。はい。自分よりの形を最初に作っていきます。もう、なんかもうね、一人暮らしの贅沢っていう感じですね。はい。チョキパーで、グーチョキパーで、何作ろう。何作ろう。右手はチョキで、左手もチョキで、チョキ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 。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、本当はもっといろいろ紹介したかったんですけど、すごいもう動画長くなっちゃうし、キリがなくなっちゃうので、本当に買ってよかったなって思ったのはまあこんな感じですね。ぜひ皆さんのおすすめのものありましたらコメント欄で教えてください。ということで、この動画もしよろしければ高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。